はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回、まあこちら国志望様の好きになぜなっているかはぜひ、先ほどというか15時の動画をご覧くださいませ。ということで今回はついに皆さんお待たせいたしました。はい、呪術廻戦モッドに、まあ両面スクナが登場したということで、私自体も待っていたんですが、もう早くやりたくて仕方なかったんですけど、ついに五条さんと、なんかダメージ受けたんだか、大丈夫、うん、大丈夫だ。はい、スクナと五条さん戦わせてみたいと思います。でまず五条さんが、まあ、ダメージが当たるようになったらしいんですよ。で前回、スクナと上限と戦わせたんですけど、ちょっと五条さんが、どれぐらい変わったのか、ダメージを与えれるようになったのか、ちょっと見てみたいと思います。なので一番いい材料がね、材料って言ったらあれなんだけど、多分牛太郎だと思うんだよ。一番スクナといい勝負した上限が多分牛太郎、まあ国志望とか瞬殺されちゃったし、だから、こちら、まあ、五条さんですね。防御もなんと30から5になりました。本当に修正前は体力が999の、防御99だったんですよ。でさらに、五条さんが攻撃する瞬間、一瞬の瞬間しか攻撃が当たらないという鬼畜仕様だったんですが、まあそれがなくなりましたと。でも早速とりあえずまずやってみます。これは前座なので。いきます。はい、さあどうなる、これで当てる、あら頑張って牛太郎、ダメージ与えて、ダメージ与えて。君の役目はダメージ与えることだ。それ、よし、当たってる。そうだね、ちゃんと呼吸も当たるようになってる。あー、いいぞ、頑張れ牛太郎。牛太郎 !13! いやでも、当てれてることに関して僕は感動なんだが。じゃあちょっと国志望でやってみよう、国志望と、ちょっとやってみよう。五条さん。これでどれだけ雨か、そのまま五条さんでいこう。そのまま五条さん。それではスタート。さあどうなる、国志望 VS 五条さん。これはいや、いいぞ。あー、なんか五条さんにダメージ与えてるの変な感じ。しかし国志望、しかし耐える。いいぞ、呼吸が当たっている。そして第2段階にまだなってないからね。いやー、しかし大きい。いやー、これ第2段階になった。いいぞ、どうなる。あー、いやー、20ぐらいか。そうだね、見てると。でもそう思うとき、やっぱり牛太郎ってさ、なんか強い気はするんだよね。国志望でさえ20ぐらいしかダメージ与えれなかったのが、牛太郎10何後半ぐらい与えてるので、なんか国志望ぐらい与えてる気はする。じゃあもう早速ごめんなさい、ちょっともう、まあこれもね、ちょっと気になってたんでやりたかったんですけど、五条さんと、戦わせてみる。まずどうする、まずスクナとおこつくんやってみようか。でもね、ちょっとスクナが消えるバグが出てるんだよね。バグなのか分かんない、仕様かもしれないんですけど、まずちょっとスクナとおこつくんやってみたいと思います。はい、それではいきましょう。まずスクナ、そしておこつくん。さあ消えないでくれスクナ、頼む、消えないでくれ、マジで消えないでくれ。消えたらダメージの、あ、残ってる、よかった、消えない、消えてない。さあ問題は、いやー、そう、いなくなって向こう行っちゃうんだよ。その向こう行っちゃうのがわからない。これどうしよう。五条さんとでも同じような感じになったら困るな。まあ、ちょっと体力をちゃんと見つつ。でも かなりダメージ与えてるよ。ダメージ与えている。そうか。すごい勢いで多分移動しちゃうんだろうな、多分スクナが。で、すごい離れちゃって、向こうに行っちゃって、なんでだろうね。それでも敵対がなくなっちゃうみたいな。離れすぎて。でもとりあえずダメージは覚えてる。リカ狙ってない、大丈夫、リカ狙ってるけど。さあ、あとは、領域展開が発動するか、どうしよう。誰か助けて、これ。これ誰か助けて。まあ、体力ゲージは今見てるから、いいんだけど、これ今多分ね、体力減り具合的には今、同じぐらいの減り具合。来た！これでどうだ？こっからどうなるかな？いやでも、おっこつくんも耐えてる。さらにダメージも与えてる。どうだ？これは、いや、おっこつくんも強い。耐えてる。耐えた、耐え切った。そして今半分。これは今少なくかなり負けてる状態だね、今感じを見てると。これは敗北あるか？どうだ？まだいる。あ、これは多分ね、おっこつくんの勝利かも。あ、でも意外とおこつくんってさ、上限のなんか国志望ぐらいには負けてた気がするんだけど。相性とかあるのかな？
なんか呪術廻戦のキャラクターには強いみたいな。今明らか強かったよね、おこつくん。え、あ、進捗もしかしてこれ、なんかおこつくんはこれを進捗、要は炭治郎みたいなもんじゃない、もしかして。その進捗を上げる、呪術廻戦の進捗を上げたら強くなるみたいな。あ、じゃあちょ、今これでさ、国志望とおこつくんでやらせてみよう。これとおこつくんでやったら、もしかしたら前負けたか、確かいい勝負だったんだよ。それがもしかしたら、いやでもいい、どうだ。さあこっからちょっと本気になります。どうだどうだどうだ。あーでも見てる限りでは、いやでも一撃があるからな、おこつくんは。その多分理科の能力を使ってるんだろうけどね、あのシャキーンととかした瞬間にとんでもない火力を浴びせることができるので、それで一気に、おお来た、国志望の新必殺技来た。うわ強いわやっぱり。いや国志望も強くはなってるが、やっぱおっこつく強くなってるって。これやっぱ進捗上げたら強いかも。かっこいい国志望の必殺技がかっこよすぎるんだよな。じゃあちょ改めまして、じゃあおっこつくんと五条さんはちょっと後にしよう。まずスクナと五条さんでいこう。でその後に、まあスクナに勝ったおっこつくん、多分進捗で強くなってるおっこつくん VS 五条さん。それではいきます。皆さん本当にお待たせいたしました。それではいきましょう。スクナ VS どっちが強い、五条さん。さあどうだ、これに関しては分からんぞ。要はその領域展開が発動するかどうか、それにかなりかかって、ちょっととりあえずとりあえず、まあ、体力は覚えとこう、体力は覚えときます。はい、いやーめっちゃ食らってるが、しかし領域展開が発動したら分かんないよ。これはまだ分からん。今んとこ多分体力がどうだ、3分の1ぐらい今削れてる状態かな。はい、もし出たとして3分の1削れてる状態でもう一回やりたいと思います。しかし技を打つ暇がない、スクナは技を打つ暇がないが、いやでも確実に減らしてはいる。これ領域展開来たら分かんないぞ、これマジで。うん、あーどうだ、これまだどうだ、戦闘態勢にならなくなっちゃったか。いやこれどうしよう、これちょっと連れてこようか。さすがにちょっと体力回復しないから、ちょっとこの体力のままやりたいので、ちょっと連れてきますね。ダメだ、押すのは現実的じゃない。この今スクナの体力出てるんで、この体力ぐらい、要は3分の1ぐらいまで削れたら、まあ負けって感じですね。さあそれでは行きましょう。いやーこれ五条さんの連続攻撃がきつすぎる。さあしかしどうだ、これ領域展開でどれぐらいダメージを与えることができるのか、前回の動画で言ったんですけど、まあ3試合ぐらいさせようかなと思っております。あーこれはほぼあれだね、もう残り瀕死と思っていきましょう。ほぼ終わったかな、これは多分。そうですね、ここの時点でおそらくスクナの敗北かな、これで。しかし領域展開したらどうなるのかがちょっと見てみたい。どれぐらいダメージを与えることができるのかなんだけど、まあ最悪僕が来た来たー、どうだ。いやーやっぱ食らう食らう、めっちゃ食らうめっちゃ食らうめっちゃ食らう。いやこれやっぱりさ、領域展開をもししたら、あ、五条さん倒せるぞこれ。これ全然あるわ。例えば2連続領域展開なんてしようもんなら、おそらく五条さんに勝てるもんね。これちょっともう一戦やりたいな、もう一戦やらしたい、これに関しては。あー五条さんに勝った。いやでもまあでも体力的にはもう少なのが負けてたんだけど、領域展開するかどうかによってだいぶ違うな。ちょっとやる試合見したい、領域展開をやってからの試合というか。どうだ、いややっぱり、あでも結構食らわせてる。さあそして、あ来た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 、これ来た、これ来たぞ。さあ試合が、これはもう平等というか、平等ではないんだけど、別にさっきのも平等とかではないんだが、いやしかしスクナもその間五条さんからダメージを受けているが、しかし体力ソースでは勝ってるぞ今のところ。スクナが五条さんより勝っている。これでもう一回領域展開が来たらいける、これはいけるのでは。まさかの五条さんが敗北するのか、それとも少なく、あー少なー消えた。いやでもどんぐらいかな、この上のやつじゃない気はするんだけど、ほぼでも一緒だったか。まあある程度減ったら負けにした。おこれはあるか、少なー
これね、引き分けかな、正直。これに関しては。もう領域展開が来るかどうかとかによって、かなり変わってきそうな気がする。うん。そうだね、スクナが消えるたびに、スクナが一回膠着になっちゃうんだよ。止まっちゃうんだよね。で、五条さんからさっき猛攻を受けちゃうので、もしスクナがそのまま消えずに、その、戦ってたら分かんなかったし、まあでも若干やっぱり安定感で言うと五条さんな気がする。安定感の五条さん、一撃というか、その、領域展開が出るかどうかによってスクナが勝つみたいな。そういう感じだと思います。ということで、じゃあ次は、乙骨くんと、五条さん、行きましょう。これはどうなる？これに関しては分かんないぞ。え？え？まさか！敵対していない！敵対しておりません！あー、五条さんとは戦わないんだね。やっぱり味方判定になってんだろうね。だから、その、なんだろう。おそらくまあまあもちろん味方同士じゃないですか。だから戦わない。要は、鬼滅、大丈夫？なんか今、心がぴょんぴょんするんじゃーやってなかった。大丈夫？あー、心がぴょんぴょんするんじゃーやってた気がするんだが。はい、ということで、ちょっと残念ながら、乙骨くんと、まあ、五条さんは戦うことはできなかったんですけど、まあ、またね、その、もし、五条さんと乙骨くんを戦わせることが、まあ、なんだろう、できるような、ことになれば、その、五条さんと乙骨くんでちょっと戦わせてみようかなとも、はい、思っております。ということで、今回はかなり、個人的には面白い感じになったかなと思います。はい、スクナと、五条さん、ちょっと個人的にはさ、次回、よりいち VS、この、スクナ、乙骨くん、五条さん、3体。で、よりいちと戦わせたいんだと。はい。まあ、でもちょっと、スクナはね、やっぱり敵判定になってしまうので、まず、乙骨くんと五条さん2人で、よりいちに挑んで、その後に、スクナを最後に出す。そしたら3対1ができるので、ちょっとそれも次回やっていけたらなと思っております。で、今後ね、サバイバルもやっていきますので、ぜひ今後とも、呪術廻戦もっと見ていただけたら嬉しいです。あとですね、サブチャンネル、今概要欄の方に貼っておくんですけど、サブチャンネルの方で最近ですね、まあ、青鬼と呪術廻戦、そして鬼滅の刃もっと合わせたやつやってるんですけど、さらに、鬼滅の刃もっとに、なんかその、僕がただ単にやりたいもっと、なんかその、本当に別に、アニメ系とかじゃなく、もう普通のモッド加えて毎回毎回やっていくっていうちょっとシリーズやっておりますので、よかったら、気になる方はぜひぜひ見てみてくださいませ。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。いやー、マジで楽しい。本当になんかめっちゃ楽しい。いつも本当に応援ありがとうございます。そして、オルカ様もありがとうございます。そして、グラフィック制作してくださってるリスナーさん、オルカ様のリスナーさんもありがとうございます。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。